クニャージス・ボーロフは、ロシア海軍が、日露戦争前に建造した全土級戦艦であり、ボロジュノ級の四番艦である。艦名はロシア語で、公爵ス・ボーロフを意味し、ロシア帝国の大元帥に除された、上昇腐敗の伝説的な指揮官アレクサンドル・ス・ボーロフに由来する。日本海海戦において、バルチック艦隊機関を務めたことで知られる。 スワロフ、スーロフとも表記される。写真は、グロムボイ7.5センチメートル速射砲。比較的使い勝手の良い兵装を搭載していた。本艦は、日露戦争中の1904年9月に、収益したが、訓練不足のまま1904年10月には、第位太平洋艦隊に編入、極東に向け出航している。その後、ドッガーバンク事件の影響や、 喫水の問題により、スエズ運河ではなく、希望本経由にて、主戦場たる、日本の海域へ向かうこととなった。途上、十分な整備を受けられないまま、東アジアへ入る。1905年5月27日の津島海峡、通過時に、日本海軍と遭遇、日本海海戦が発生している。東郷平八郎提督の指揮した日本艦隊が、 定時戦法を開始した時期においては、本館は、さしたる損害を受けておらず、逆に、クニャージスボーロフの砲撃は、ミカサやアサマなどの日本の軍艦に、相次いで命中し損害を与えたという。しかし、いずれも大破または、小破を終わせたが、日本側艦艇の沈没には至らなかった。やがて、 日本側の主力艦隊と本艦とが再び急接近した際に日本側から下瀬火薬を用いた砲弾が相次いで着弾した。艦隊側面には直撃弾による発光が開き、上部構造では使用していた塗料に下瀬火薬が引火して火災が発生した。砲撃による損害が蓄積すると本艦の速力は6ノット近くまで低下し、 戦列より落語した。その後魚雷攻撃も受け次第に機能を失い19時頃、ついに横転し沈没した。本艦に座上していたジノビー、ロジェストベンスキー司令長官及び生存する爆量は、沈没より以前に駆逐艦部位縫いに救出されていたが、艦長のイグナチウス大塞下上院は残留しており、全員戦死した。この海戦では、 本来の防御力を発揮できなかったが、原因は波浪により、装甲の薄い水面下が露出していたからとも、逆にボロジノ型の設計特有の重量超過で、本来の装甲部分が水面下にあったからと申されている。ありがとうございます。